博くんです。よろしくお願いします。はい、どうも、ただいまご紹介に預かりましたパスタでございます。普段はですね、ザ・ウォンキーズというオールディズニーバンドで、ボーカルをやっておりまして、ボーカルをやりながらギターを弾いていた。ギターほとんど弾いてないです。実はギタリストじゃないので、どうなんでしょう、いつもバンドでやってて、ギターもね、サイドギターが中心なので、間違えても多少のごまかしが効くかなっていう、そういうところの中でやってるんですけど、こうやってピンでやるとですね、間違えると、如実にこの、音に出てきてしまうという、そういった意味で、本当に緊張してやっております。で、平野君が、興味津々だと言ったこのギターですけれども、ギブソン J160E という楽器でございまして、形はフォークギターの形を、アコギの形をしているんですけど、実はこれエレキギターです。ここにですね、マグネットピックアップがついてます。これが P90 というギブソンのですね、何つったらいいんだろう、ハンバッキングじゃないシングルコイルのギブソンの代表的なピックアップなんですけど、それにこういう普通に回すボリュームと等がついてるっていう、トップがですね、通常、大体スプルースの単板とか使ってるんですけど、これ合板ですっていうのが、エレキギターですので、ハウリングしないようにということで鳴りを抑えた形の作りになってるということで、1964年のタイプの、ギターです。名古屋の名曲堂で、消防団の横で行ったときに名古屋の名曲堂で、新品なんだけど訳ありで、半額以下でやってましたので、即買いです。ジョン・レノンモデルとはまた違うんですけども、ジョン・レノンがビートルズ時代に使ってたのと同じ形です。ということで、なんでこのギターがいいかっていうと、ビートルズが好きなのでっていうことだけなんですけど、ということで、こんなもんでいいですかね、楽器の説明。もうちょっとギターなんですね。いくらだったのか。あ、これ定価は32万8000円プラス税のやつを、14万8000円で買いました。あの名古屋の、栄の名曲堂です。弦は何ですか？弦はですね、アーニーボールのパワースリンキー011の、011からのそんなもんですか。松田恵子さんでした。はい、ありがとうございました。散々喋らせてて、これ悪かったですね。さあ、それじゃあですね、ビートルズが好きなのでビートルズ1曲、それから、今日は、秋元康氏ワールドを聴いていただきます。でまずビートルズの、ポール・マッカートニーが、使ってもらいますので、オーマーの曲を Close your eyes and kiss youAnd how
久しぶりにやったら忘れてました。忘れてたわけじゃないんで、緊張しましたね。というわけで、秋元康ワールド。秋元康は皆さんご存知ですよね。あのおにゃんこクラブとか、AKB グループとかのプロデューサーです。その人の曲に行っちゃった。久村さんから、僕はなんかビートルズと演歌しかやらないみたいなことを言われてたんです。非常に悔しいので、秋元ワールド。ありがとうございました。